こんにちは、侍塾のことです。概念フレームワーク第1章、財務報告の目的、結論の根拠と、背景説明、ディスクロージャー制度と財務報告の目的、13、情報の非対称性は証券の発行市場のみならず流通市場においても問題となる。将来の売却機会が保証されない限り、投資家はそもそも証券の発行市場においてさえその購入に応じようとしないであろう。企業が証券市場で資金調達をする限り、企業には証券売買を円滑にするように情報の非対称性を緩和する努力が継続的に求められる。14、情報の非対称性を緩和するための会計情報やその内容を規制する会計基準は、市場が効率的であれば不要になるわけではない。市場の効率性は、提供された情報を市場参加者が正しく理解しているか否か、市場価格はそれを速やかに反映するか否かに関わる問題であり、何を開示するかという情報の中身は効率性とは別問題である。市場参加者の合理的な行動と効率的な市場を前提としても、開示すべき会計情報の内容については、なおさら会計基準による規制が必要である。15、会計情報は技術的な制約や環境制約の下で作成されるものである。会計情報だけで投資家からの要求の全てに応えることはできない。16、会計情報は企業価値の推定に資することが期待されているが、企業価値それ自体を表現するものではない。企業価値を主体的に見積もるのは自らの意思で投資を行う投資家であり、会計情報にはその見積もりにあたって必要な予想形成に役立つ基礎を提供する役割だけが期待される。ありがとうございます。